太田川放水路の河口です。結構釣りをしている人がいます。島の方は少し霞んでますね。車は通行止め。前は車入れたんですがね、今は歩行者や自転車は入れます。泡立ち層終わりました。前は灯台まで行けたんですがね、海がきらめいています。太田川放水路の河口、弁天島や能見島もうっすら柵ができてるんです。漁港、牡蠣の水揚げ場です。今日はよく晴れています。草津漁港、宮島が見えます。うっすらしてます。草津漁港広いです。迂回しましょうか。こっちの道がいいですね。中通れました。釣りをしていますね。大判がいるんですね。車が入っていったからこっちから釣れるんでしょうね。鳥がいます。鳩です。宮島、能見島、つくね島や大なさみ島、宮島登ってるでしょうね。さあ進みます。出口がないから戻ります。よく釣れるんでしょうね。結構戻ってまた向かいます。今日は日曜日、よく晴れています。公園の草を刈ったんですね。びっくりです。綺麗に整備するんでしょうね。紅葉がないかな。水門があるんですね。井の口川、これが井の口川河口です。鈴ヶ峰、晴れています。井の口川沿い、まだ紅葉があります。道はガッタンゴットンです。
青信号。曲がりました。陸橋あるけど信号がないところ。おたふくのところです。井の口高校に近づきました。空がとても青いです。まだ葉っぱ残ってます。井の口高等学校鈴ヶ峰からここが見えるんでしょうね。落ち葉の遊歩道サク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 。商工センター7丁目交差点と思ったら6丁目交差点になるんかな。西武埋め立て第一公園。井の口から移動します。まだ歩いてる人が少ないですね。工業高校何かやっています。学校で何かしてます。八幡川橋東交差点。今日の八幡川、鳥がいます。歩く人の影。広電が止まってますよ。さっき通って行ったばっかしなのに。誰も乗ってなかったから練習だったのかも。八幡川、水が少ない時間です。9時38分、五日市駅の近くで踏切渡ります。一旦停止してゆっくりと。マンションの木。五日市駅です。フックや看板ありますね。線路沿いの道へ。大型車は一方通行。あんなとこに信号機があります。五日市1丁目。もうそろそろ電車が来そうです。あー、通った後でした。宮島街道を避けています。右に曲がるとコイン通り。なるべく路地を通ります。醤油屋さんです。もうすぐ楽楽園。現在五日市中央1丁目。楽楽園電停の案内。丘の下側の公園が見えてます。まだ桜の葉っぱ残ってました。松並木が素敵ですよ。広電です。
片ばみ、白い実がついてます。日曜だけど灯油屋さんが動いてます。くぼみに草が溜まってるんでしょうね。丘の下側沿い、自転車は通れます。すごい橋を通過。ここは車は両方通れます。丘の下側、サギがいますね。逃げないかな。船頭橋周辺を撮影しました。こんなに晴れるなら山に行きたかったです。ちょっと自動車見てみました。丘の下側はまだ緑ありますね。引き返します。天気予報、曇ると雨が変わったんですね。晴れました。造幣局の近くです。コイン通り、造幣局は休みでしょうね。何かいないかな。木に実がついてます。コイン通り通りましょうか。木が紅葉してます。レイリンクがあります。ちょっと歩道をゆっくりと。マスクしてますね。曲がりました。これは学校ですね。10時半です。新宮園公園です。紅葉した木があります。五日市の町です。右が五日市駅、八幡川橋に近づきました。渡ります。今日の八幡川、極楽寺山。水が少ないですね。影が映る時間です。ここの土手も久しぶり。草が伸びてます。 JR の鉄橋、貨物列車通ってます。結構長いですね。水門があります。今は干潮時間。先ほどの八幡川橋、昨日よりも良い天気。逆光なんですよね。ちょっと待ってみようかな。すぐ近くに広電の電停。石が濡れてる感じですが、なんで。
井の口三丁目を通過中。線路沿いです。井の口高校前、井の口電停。迫力ありますね。竜神山のふもとだからですかね。大都市神社、いやお寺ですよね。浄土真宗です。水準寺、秋ですね。ありがとうございます。菊の花の展示いいですね。歴史を感じる本堂。庭が綺麗です。門もいいですね。正順寺、これは芭蕉ですよね。バナナみたいな実がついています。イチョウはこれから黄色くなるみたい。井の口二丁目、山の斜面、神社どこかな。ここだ。大都市神社、散歩道、ありがとうございます。70年前フクロウがいたそうです。大都市神社のイチョウ、柿石です。桓武天皇ゆかり。結構鳥がいます。さて下ります。別の道ないかな。正順寺前、この道通ってみましょう。松の木がいいですね。新井の口駅への道、新井の口駅横です。ここも紅葉してますね。お昼までに帰ります。草津南電停、商工センターです。思ったより落ち葉がないですね。市場のそばです。信号待ち。美味しそうな匂いがするんですがね、何でしょう。なんか加工してるんかもしれませんね。放水路の土手に戻りました。水が減ったみたい。干潮になると釣りの人がいなくなりますね。太田が大橋に向かってます。日が高くなって綺麗な景色です。エイがいますね。魚映るかな。あそこにも